長崎の美味しいものを求めて雲仙市南串山町にやってきました。今日はこの青い海の恵みを使った真っ赤な食べ物をご紹介します。やってきたのはカタクチイワシなどの漁を行う天陽丸の加工場。イワシの漁獲量は長崎県が全国1位。火山地帯の海橘湾は海底から湧き出る温泉ガスによって栄養と水温に恵まれ、カタクチイワシがよく取れます。天陽丸では年間1000トンのイワシを水揚げし、煮干しなどに加工しています。今から何を作っていただけるんですか？煮干サンバルという辛味調味料を作ります。今日の旬ごよみは煮干しを使った煮干サンバル。聞き慣れない響きですが、どういう意味なんですか？煮干しとサンバルが一緒になって煮干サンバル。インドネシアの辛味調味料で、唐辛子と、インドネシアではこう欠かせないもの。煮干サンバルはサンバルをイメージし、橘湾で水揚げされた油が少なく大きな煮干しと、地元で作る唐辛子のペーストを使った商品です。5年前にインドネシアから受け入れた技能実習生のふるさとの味サンバルを地域でも広めたいと、天陽丸流にアレンジして開発しました。まずはこの煮干しをフライパンに入れて入れるだけです。キビラとかでするんじゃなくて、生ま素手でひっくり返します。手で大丈夫？熱くないですか？まあ大丈夫です。水分が飛んだカラッとした感覚を確かめるため、素手で炒めています。インドネシアのサンバルには煮干しは入ってない？入ってないですね。もうだったら面白いかなと思います。日本語を覚えるので難しかったって感じたこともあります。みんな標準語で喋ってないから方言ですもんね。そこです。方言で覚えとかんばいかんから難しいです。いった煮干しはさっと素揚げして、煮干しの食感や存在感が残るように手作業で適当な大きさにちぎります。サンバでいろいろ種類ある。砂糖と塩で味付けした唐辛子のペーストと混ぜ合わせたら、辛味調味料煮干サンバルの完成です。あ、辛いですか？煮干しのすごくいい香り。でも噛むとこう煮干しの旨味が出ますね。旨味がすごく出てきて、同時に辛味も、ちょっと辛い。これだけ。そう、ご飯が欲しくなりますよね。ご飯の上、すごくこれ白米に合うと思います。おすすめの簡単料理がこちら。煮干サンバルを添えたシンプルな卵かけご飯に、マヨネーズや海苔の佃煮と一緒にちくわにあえてみました。卵かけご飯ですよね。これをしっかり混ぜて。混ぜて。はい。煮干サンバルも一緒に。はい、そうです。じゃあこう。辛みはあります？いや、卵でかなりマイルドになってます、はい、でこの煮干しの旨味がすっごく出てます。で後から少し辛みが後味残りますね。でもなんかすごく食欲をそそります。ちくわはお酒のおつまみにぴったり。海苔の佃煮もちくわも煮干しもやっぱみんな海のものだからこれ合いますね。単純にそうめん食べるときにつゆの中に入れてでもいいし、もういろんな料理にちょこっと足すだけで辛さとうまみが加わるかなと思ってます。煮干サンバルは2020年度の県の品評会で県知事賞を受賞。天陽丸では漁労の傍ら、食品をはじめ古くなった漁網を使った網エコたわしなど、商品開発を通じて漁業の魅力を発信しています。きつい思いして一生懸命働けばお金がたくさんもらえるっていう
伝え方で漁師を集めてたのもあるんですけど、それだけではなかなか若い子も来ないんで、とりあえずやってみようやっていうことで、手当たり次第いろんなことは今やってる最中ですね。この日、地方への移住に関心がある人が県外から訪れました。天陽丸は移住希望者と移住者を募集する地域をマッチングする九州移住ドラフトに参加しています。漁業の魅力を体感してもらおうと、養殖サバの餌やりなどを体験してもらいました。サバの餌には規格外の煮干しを使います。見えますか？タコ壺漁はタコが入っているかどうかのワクワク感も漁の醍醐味です。来た、おった、あった、これはでかいぞ。 1.5 ぐらい、 1.5 ぐらい、今までよりでかいぞ。美味しく食べてるんだけどさ、可愛くなってきたな。んかこの魚の勢いの良さが、本当に水が綺麗なので、一気に体験と感動といろいろ味わえて、思ってた以上にものすごい楽しかったまだまだの吸盤が、海の綺麗さを感じてもらったりとか、多分場所によって取れる魚も違うと思うので、若い子でもこういうことできるんだっていうのが、やっぱ体験することで知ってもらえるかなとは思いますね。長崎の魚の美味しさや漁業の楽しさを発信することで、稼げる漁業、持続可能な漁業を目指す天陽丸。ニボサンバルには旨味と辛味と海を愛する人たちの思いが詰まっています。